誰かな。あ、藤田さん。藤田あ、フジモンは？フジモン出てる。あ、出てんだ。岡本は？何それ、俺の方がもういいんだけど。だって絶対俺もダメだよね、あれ、ああいうボール。おい、エジ、あれないよな。うわー、レフト前かな。はい、オッケ早くね。これ言っちゃったら相当増えるね。多分30個ぐらいだから。もう5時ぐらいだったら多分連発で見てるぞ。ベンチってこういう会話したいんだね。気楽で人のエラー分かるけど、自分のエラーで結構もうちょい病んでたよね。そうそうそう。はい、一つ、はい、オッケー。この送球ね、結構際どいんですよ。あれっすよ、ランナー側に負担もきついっすよ。ランナー側ね、ランナー側すごい遠い。しかも意識するじゃん。で、あとね、ベースにつくか、ベースから離れて取るかの判断で、すげー、ね、やるとき。中途半端の高めがで、そうそうそう。ジャンプした方が、ね、うん、色が悪いとか汚れてたから、ね、結構さ、ボールって向こうが用意してる。いや、スタジアムじゃなくて野球スタジアム。すごいよね、少年野球でも出してたような気がする。出してた。で、なんか帰ってくるよね。
ていうぐらい。それくん、俺らベンチ取った方がいいんじゃない、ちょっと。ん？試合時間でベンチはこのまったり感を取った方がいいですね。それあるな。ファウルのうちに俺らのまったり感をさーっと強い。カメラマン真面目だ。使命受けてるからね。手ぶれしてるって後言われたらどうするの？ん？それは機械のせいだよ。俺のせいじゃねえ。ファーストいけんだろ、これ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。オッケー、ナイファースト。あれ、どけた？あれね、俺、これだから。横に動くとダメだね。